皆さん、こんにちは。週刊エムドです。サンケイスポーツ。いろんなテーマが、毎回毎回ありますけどね、あまりこのゲームそのものの個別のことについてとかね、いうのはあまり、あの時はどうだった、こうだったというのは、あまり私はテーマには取り上げたくないんですけど、今日はたまたまですね、先日、阪神、ヤクルト戦の解説をやって、その後、昨日の3戦目のですね、1試合中止になりましたかね、昨日の日曜日のゲームでしたけどね、阪神も楽勝だと、5対1でね、それで、久々に、大山だとかね、主力選手もヒットを打って、最後は、このリリーフがちょっとしんどくなって、それはやられる時もありますよね、当たり前のことですけど、そうやって、逆転されてですね、なんと6対5になってしまってね、でそこからまた阪神もここでもう一気に、同点もしくは逆転に追い込もうというような、チャンスが巡ってきた時にですね、2塁のランナーじゃなく、2塁じゃなかったですね、1塁のランナーの、足の速い走者がいて、で、レフトオーバーの、佐藤が、オーバーのヒットを打ってですね、で一気に一塁から、二塁をかけて、サードベースも駆け抜けて、ホームで、タッチアウトになったわけですね。それで結果的に、そのまま、ヤクルト勝利になったということでね。でこの時に、非常に残念だった話題がですね、結局出たわけですね。あそこで、1点入ってれば同点ですから、せっかくヒットを打ってね、ランナーも俊足のランナーが走って帰ってきてね。ところがね、あれよく見てるとね、確かに後半、ここ一番の時はね、思い切ったその走塁とかね、よくあるケースなんですね。でしかし、それは昨日の場合で言うとね、あれクロスプレーだったらね、まだしも、サードから止めずにですね、一気に行けと、ホームに。っていう、一か八か分からない、やるとかセーフか分からないような判断があって、ホームに、突っ込ましたっていうんだったら、サードコーチャーはね、これはこれで正しい判断だと思うんですけども、あれはもうどう考えても明らかに、アウトのタイミングで、三塁走者が走ってきたわけですね。で、またこれは運がいいか悪いか別にして、見事なカットプレーでね、ヤクルトはね、もう完璧な、カットプレーでホームに、この投げてき、つないできたわけですから、これは明らかに、もしサードのもし止まってればですね、またチャンスが広がって、ひょっとしたら次、投げてる田口もそんなに調子が良くないわけですから、でその次に出てくる、梅野が調子も、バッティングもいいというようなことで、一気にこのリリーフピッチャーが弱いヤクルトをまたもう一回ひっくり返すかもしれないという、状況が起きたシーンだったんですけどね、これどうもちょっと考えてみるとね、今私が今日何を一番言いたいかというと、最近この監督、コーチ、監督がですね、選手やそのコーチがミスした、こういったものに対して、比較的、試合が終わった後もコメントがね、いやいや、あれは仕方がないんだとか、選手はよくやってるとか、非常にそのかばう発言が非常に多いんですよ。で、なんとなく、バッシングされるのも嫌だから、あんまりその直接悪く言うのはやめようとかね、なんとなく、そういったその風潮で、こうやわな、なんとなく美談好きな雰囲気もありますから、なんか失敗した人は責めるのは嫌だなみたいなね、そういう監督がいい子になる監督が多いわけですよ、一口で言うなら。その点ね、昨日の場面、なんという何で私はこれ取り上げたかというと、あの後、岡田監督がね、サードコーチャーの藤本をちょっと責めるような発言をしてるということだったんですね。で、それはあの場面でなんで走らせるんだと、それから次、梅野がバッティングがいいのに、あそこで止めるべきじゃないかというようなね、ことを外向きにこうちょっと喋ったことに対してね、
それは紅茶がかわいそうじゃないかと、岡田はなんてこと言うんだっていうようなね、岡田バッシングの方に今度話が変わってきたと。でこれはね、私はねちょっと違うんじゃないかと、プロフェッショナルなんでね、サードコーチはもうおそらくああいう場面はですね、相手のミスもある種こう頭に浮かべるわけですね。でこれはもう明らかにその方面突っ込んで、まあ、きっちりカットプレーができたらアウトになるよって言ったら、やっぱりそれ止めなきゃいけない。ここの止める、走らせるのね、判断をするのはプロフェッショナルなんですね。それをサードベンチからは指示できないわけですから、もう目の前にいるコーチャーがね、あの走らせる走らせないという判断を任されているわけですから、そこでミスが起きたらそのコーチャーがある程度攻められるというのはね、これ当たり前の話でね。でこれも特にその、まあ、外向きにこんなこと言うべきじゃないんじゃないか、チーム内で言えばいい話じゃないかというかもしれませんけど、あれを見てあの日神宮に来てるお客さんの中にもね、私はこれはあのマスコミも含めてね、これは無謀な走塁だったじゃないかと、まあ、無謀とはいかなくても、明らかにアウトだったんで、あれはひょっとしたらサードで止めておけば面白かったのになと思ってる人たちもいるわけですから、まあ、そういう人たちのに対してもですね、まあ私は誰かがやっぱり、あの走塁はミスだったっていうようなね、でミスはね、別にねこれ仕方がないんですよ。サードコーチャーだってねミスするんです、判断ミスをね。サードコーチャーが全部正しいわけじゃない、まあ、かつては壊れた信号機とか言われてね、ホームへ突っ込ませアウトになるしね、止めればあのなんかカットプレーが変なとこ行って走らせるときは点が入ったりなとか、そういうケースはいくらでもありますよ、今までも。だけどね、やはりそのプロフェッショナルとしてね、そういった判断力も含めてこうレベルアップするにはね、コーチャーのレベルも上げなきゃいけないし、それから野球に対する考え方もね、それからファンに対してもアピールするという意味ではね、私は監督がやっぱりそれに対してね、発言するというのは別に悪いことじゃないと思いますよ。まあ今の風潮はね、なんかちょっとでもミスした人をみんながかばってね、まあいかにも美談仕立てに従うという風潮の中でね、これはあのしかし私はプロですから、やっぱプロがやってるミスに対してはね、やっぱプロがやっぱりきちっと、その責任をね、まあある程度その伝えるということはね、これは必要だと思うんですね。そういう意味で言うとね、私は岡田監督はね、外向きに、それおかしいんじゃないかみたいなことを言ったというのに対してのね、批判をする人たちはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。もうあまりにもね、それだとね、じゃあみんなミスしたら別にみんなでかばえばいいのかという話になってね。であの試合勝ち負けの勝負ですから、やっぱりお金もかかって生活もかかった人たちがね、ゲームをやっててね、であの中で、あのままサードで止めててですね、これあのミスは明らかですから、クロスプレーでアウトになったっていうなら分かるけど、まあ、明らかにこう楽勝のアウトっていうことは、これ走ったらアウトになるというところを走らしちゃったわけですから、やっぱりそういう意味で言うとね、まあ私は昨日の、プレーに対して、岡田監督がですね、まあ当然ながら口に出して、サードコーチはしっかりせよという意味でね、葉っぱをかける意味でも、またレベルアップする意味でもね、これは今時、みんなかわい合ってね、とにかく監督から選手やコーチのミスをこうかばって外面よくいい顔をするという風潮の中でね、まあ唯一思ったことを言える監督だなということでね、まあ言われた方が気分悪いでしょうけどね、でも監督にはそういう権限があるんですよ、実は。監督が叱責したりですね、注意したり、そういうことしなかったら誰がやるんですか。他人が、我々解説者がボロクソに言ったところでね、これ何の効果もないわけですよ。だからそういう意味では現場のレベルを上げて、そして生活も戦ってる、勝敗を戦ってるね、大事なゲームのミスに対してね、監督が外向きに、その責任の所在をカッとこの発言するというのはね、決して悪いことじゃないなということをね、まあコーチャーは責めてるわけじゃないんですよ、これくれぐれも言っておきますけど、あれはあれの単なる判断ミスなだけでね、しかしあれがもしコーチャーがもしもですね、これ何度も言うようですけど、それるかもしれないからって言って思って思い込みで走らせたとしたら、これは間違いです。これをやったとしたらもう一番大きなミスだと思います。
これカットプレーがきっちり来る、その判断でレフトを抜けた時に取ってランナーが走ってくる、カットプレーに入ってくる、あこれは止めなきゃダメだ、いやこれ走らせていいっていうね、これ確実なものがあってやるべきでね、そんな博打打つようなね、相手がミスするかもしれないと、送球はそれるかもしれない、そしたらセーフだと、まっすぐ行ったらアウトだけどみたいな、そういうね、考え方ではこれはダメだ、ダメだと思います。まあ、その辺はちゃんとね、はっきりして、まあ岡田監督もまあ今のご時世考えたら黙っときゃよかったんですけどね、やっぱり彼は唯一そういう点ではね、ミスをちゃんとアピールできる、発信できるね、監督だということを、まあ、好き嫌いは皆さんあるでしょうけど、そういうふうに見てあげたらどうかなというふうに思って、まあ、その辺も産経スポーツに書かせていただきました。